はい、ひみさんと AK です、今日は2回目に訪れた順次郎さんなんですけど、撮影 OK の子が入りましたということなので、たっての希望でママのもう一回来てくれということなので、順次郎もう一回来ました。それではお楽しみください。それがいいです、はい、吉江さんです。こんばんは。こんばんは。順次郎に新しい女の子が入ったんで、取りに来いって言われたんで取りに来ました。声好きですよ。顔も好きです。喋れ。仲間は？これもう撮ってるんですか？なお撮影中ですか？うん。一応入ってとかその辺ぐらいの入ってます。うん。一応2人入ってます。この瓶に2ランぐらい。うん。まあモザイク機能発生。鼻水垂らして垂れてないから。緊張するね。芸能人すごいね。芸能人とかってもう当たり前でしょ。うちらも女優でしょ。カウンター中入ったら女優です。女優です。アクトレスですよ。どうしてよ、感じが。あ、見してよ。マサおいくつですか？44。もうちょっと若いと見えるよね。そうだね。30終わりぐらいに言われてね。どうやんやん。そんなことないから。親次第じゃないですか。そうなのね。あ、そこか。私なんて20歳の時からこの顔ですよ。声も声は年々、ね、声ってどうしてそれを。それは20歳ではない。いや、その時はなかったよ、その声は。本当にもう昔はソプラノでしたもん。かわかったね。わかったです。なんでですかね。飲みすぎ。やっぱ酒ですかね。酒だいぶある。酒とタバコと多分常に喋っとるね。もうだって下手したら8時間ぐらい喋っとるわけじゃないですか。プラスアルファ私は男のモノマネ多いねか。だから特に桑田佳祐でやらかした感じ。モノマネスナックとか食いってみたいな。あ、今度行きましょうよ。めっちゃ行きたいな。スナックじゃないけど、なんかショーパブみたいな。モノマネをする人の前でモノマネをしたい。で、どういう反応来るかっていうのをね、見たいなんですよ。どう来るんかね。あれちょっと。どれぐらい通用するかっていう。日曜日の夕方？あれですか？もうなんかそういう。方向性に持ってきますか。私に至っては全面やからね。なんか本気は今こっちで。本当に？うん。
OK ですか？似てますか？はい、順次の吉江さんでした。いやー、うまかったですね。これ他の男のモノマネもまた聞いてみたいもんですね。またこの吉江さんに会いに行ってあげてください。それではまた、アディオース。